さて、V 奪還を目指す福岡ソフトバンクホークスの春季キャンプが今日から始まりました。宮崎にはモモスポの吉川さんがいます。吉川さん。はい、宮崎市の生き目の森運動公園です。今日はですね、午後4時過ぎにはほとんどの練習終わりまして、現在ですねメイン球場のグラウンドはですね、明日に備えてグラウンド整備が行われているという状況であります。そして今日1日のですね宮崎なんですけども、朝からね晴れてましたよ。いい天気でね、最高気温も13度ということで、心地よくですね選手の皆さん練習していました。ということで早速ですね、今日初日の練習まとめましたよ。ご覧ください、どうぞ。午前10時40分、グラウンドに集合したホークスナイン。藤本監督は競争なのでアップから元気を出してアピールしてほしいとナインに語りました。早速活気に満ちていたのはブルペン。一番乗りで先発ローテの柱として期待がかかる武田投手が熱のこもった投球を見せると、その後も続々とピッチャーたちが登場。キャンプ初日の今日はなんと A 組全員がブルペン入りしました。さらに調整を任されているエース千賀投手や和田投手といったチームを引っ張る主力たちも初日からブルペンへ。去年はリハビリ組でキャンプを迎えた千賀投手は例年より状態はいいと笑顔を見せました。一方野手では A 組スタートの2年目井上選手に王会長が熱血指導。そして B 組では国保2軍監督が自らバットを握り守備練習も。期待の若鷹たちを鬼ノックで早速鍛えていました。こちらは今年からキャプテンに就任した柳田選手、ユニフォームの左胸にはキャプテンマークが。ちょっとイメージと違ったんで、このグレーの部分を黒にしたいです。はい、デザインそのものについてはいかがですか。デザインはいいんですけどカラーリングです。はい、といきなりギータ節が炸裂。今年は初めて福岡県筑後市の玉下筑後でも C 組のキャンプが行われています。柳田選手は新型コロナの影響で筑後スタート。そんな新キャプテンはノックでも華麗な動きを披露。さらにバッティング練習ではまだ7割くらいという柳田選手ですが、早速快音を響かせていました。そして今年はですね、初めて福岡とこの宮崎に分かれてのキャンプスタートとなったわけですけども、筑後スタートの柳田選手はですね、早くこの宮崎の屋外でバッティング練習がしたいと、ね、言ってたそうですからね、非常に楽しみです。6時台のモモスポも生中継でお届けしますよ、ね、ピッチャー陣も全員 A 組はブルペン入り。なんか各選手気合入ってましたね。入ってましたね。はい、この後のモモスポでもお伝えします。